採用候補者である君たちの手元には採用候補者決定通知があるわけだね。はい、はい、採用候補者決定通知を受け取っただけでは奨学金は振り込まれません。実際に奨学金を受け取るまでには進学前に準備しておくべきことや進学後に必要となる手続きがあります。給付奨学金の採用候補者の高校在学中から進学後の手続きの流れはご覧の通りです。進学先の学校に進学したら採用候補者決定通知などの必要書類を奨学金担当窓口に提出し、インターネットで進学届を提出します。進学届を提出したら採用決定となり、奨学成証が交付され奨学金が振り込まれることになります。また給付奨学金の採用候補者は進学先の入学金と授業料の減免対象となります。授業料等減免の手続きについては進学先の学校に確認してください。貸与奨学金の採用候補者の手続きの流れはご覧の通りです。進学先の学校に進学したら採用候補者決定通知などの必要書類を奨学金担当窓口に提出し、インターネットで進学届を提出します。貸与奨学金の採用候補者の場合は保証や返還に関して決めておかなければならないことがあります。高校などに在学している間に進学届を入力するための必要な準備を済ませておきましょう。進学届を提出したら採用決定となり、奨学成証や返還誓約書などが交付され奨学金が振り込まれることになります。交付された返還誓約書は学校が指示する期限までに記入し提出します。なお給付奨学金と合わせて第一種奨学金の貸与を受ける場合は第一種奨学金の貸与月額が制限されますので、交付される奨学成証などで確認してください。